大友義宗は、戦国時代から安土桃山時代にかけての文語の、戦国大名。大友氏の第22代当主。大友宗林の着難。永六元年、第21代当主。大友義重の長男として生まれる。将軍、足利義明の変記を受け、義宗と名乗った。天正4年正月から2月18日以前の時期、父の隠居により、 家督を継いで、第22代当主となる。家督相続はなされたものの、天正5年頃までは、総林、吉宗との共同統治が行われていた。もう年家を支持する将軍義明により、九州六カ国の京都と貶としめられると、新政権、織田信長に近づき、信長より、毛利領のうちで、長と僧を与えるという主因状を得る。 さらに天正七年十一月二十七日、織田信長の推挙によって天皇から受護医した、左平忠氏に、ジョイ、任官された。ただし、大友家の実権は依然として、父の僧輪が掌握していた。天正六年、日向国に侵攻するも、耳川の戦いで大敗を喫し、以後は、大友家臣団の分裂が始まる。また、父との二政治にも弊害が現れて、 父と対立し、かえって、大友家の内紛を加熱させることとなった。天正八年には、有力書屋である、田原親抜屋滝田小鉄が反乱を起こし、秋月種々と内通したので、その鎮圧のために一時府内を本拠に戻さざるを得なかった。重臣、立花同説が、病没、さらに、肥後方面を抑えていた志賀市とも疎遠となる。かつては、 大友氏の半都であった日後、筑後、筑前は、次第に、非全国の竜造寺氏や薩摩国の島津氏に、侵食されていった。天正十四年、文後武宮近壇の薄木城,城、大津竜氏の松が、お城などを従え、武前竜王城を拠点としていたところ、島津義久による、文後侵攻が始まる。や義宗への忠誠心を失っていた、家臣たちは相次いで離反し、 また高橋将軍が岩屋城で戦死するなど、大友氏は滅亡の危機に立たされる。父で、隠居の大友入道こと総林は、豊臣秀吉に嘆願し、豊臣軍の九州下校を行うた。援軍として派遣された、長祖壁元近や戦国秀久らは共に、島津軍と戦うが、突撃側の戦いで大敗し、家臣の都光隆志行、都市東常を失う。吉宗は、 総理にや、家臣の死が近継ぐ、佐伯惚れさ山田総称、朝倉一元、吉岡耐え林に、吉岡宗松、柴田綾乃、薄木鎮直、阿南尾門未修、木付鎮次家、狭間鎮修、ホワシアキラ時期、旧毛観光、森鎮世、滝田光院、清田正重、若林静岡、若林光鶴正らが、それぞれの居城において奮戦するのをよそに、 船を退去し、島津軍が文豪を石鹸するのを許してしまう。しかし、天正15年、秀長軍は先着していた、毛利照本や浮田秀家、宮部慶順ら、山陽山院の軍勢と交流し、文豪より日向へ入って、県を経て3月29日には、日向松尾城を落とし、さらに4月6日には、耳川を渡って、山田有信の守る高木を包囲した。 秀永は城を重従々、二重従に囲んで兵糧攻めにし、戸の氷城から五爪の援軍が出てくることを予想して、根白坂に城塞を築いた。高木が孤立する形成となったことに対し、4月17日、島津義久、義弘、家久が二万の大軍を率いて、救援に向かった。豊臣軍は根、ね、白坂の尋常の総大将、宮部慶順らを中心にした一万の軍勢が、 カラボリや板笛などを用いて砦を研修、トリデオこれを、島津軍は突破できずに、戦線は、膠着状態に陥った。この時、東道高虎、小早川隆景、黒田義隆が小爪として加勢し、後世、根、ね、白坂の戦いと称される、激しい戦闘となった。その結果、島津方は根、ね、白坂を突破できなかったのみならず、 島津忠隆が戦死、吉久、吉弘は、殿小氷城に退却。後に、秀吉から文後一国と武前宇佐軍半軍合わせて37万国を安堵された。同年4月に、吉宗は、隣国の豊臣大名王、黒田義隆の強い勧めで、夫人や子供らと共に、キリスト教の洗礼を受けコンスタンチノという、洗礼名を受けていたが、6月に発令された。 秀吉の帰京令により帰京した。天正16年2月に、秀吉に越見するため、上落。秀吉から非常に気に入られたとされ、橋場の姓を下手され、さらに、秀吉から返旗を与えられて、吉宗から吉宗へと改名した。また14人した。自重に除され、後の文禄の役の年の正月には、賛義ともなった。天正十八年の小田原聖伐では、 豊臣軍の一員として参戦している。天正20年、文禄の役に、黒田長政勢5000と共に、第三軍として、兵六千を率いて参戦。長政に同行して、近海城の戦いなどで活躍した。同年2月には、弱子、大友義則に家督を譲り、自身は酒好きであったが、下戸に徹するようになど、講師にたった十一箇条の家訓を伝えている。 文禄二年、平安城の戦いで、民の大軍に包囲されていた小西幸長から救援要請を受けたが、幸長が戦死したという家臣からの誤報を信じて撤退し、大鳥山次郎も放棄した。ところが幸長は自力で脱出したことから、吉宗は結果的に窮地の味方を見捨てた格好になった。これが秀吉の激凛に触れ、軍滅家の熊谷直盛 福原忠高が派遣されて、喫問されて、名古屋城に召喚を命じられる。吉宗は啓発して、宗都市を合し大友家は、源頼朝以来の由緒ある家であるとして、地位等は源じられたものの、石田光成らの意見を聞いた秀吉から5月1日に、海役を言い渡された。大友領であった、文吾及び、武前の宇佐藩軍は、豊臣家の蔵入地となり、後に、 豊臣家の武行等の領地としても細かく分割された。吉宗は、江戸、水戸、山口などに、次々に身柄を預けられ、幽閉状態が続いた。旧大友や有力家臣らは、大友家再興を願いつつ、他の大名の確証となるなどして、容姿しのいだ。慶長三年の豊臣秀吉の死により、慶長四年に豊臣秀頼より,より特赦され、幽閉状態から脱した。 大阪城下に屋敷を構え、豊臣家に再び仕える。関ヶ原の戦い、慶長5年の関ヶ原の戦いでは、徳川家康から、着式場が、徳川屋預かりのみで、着難、徳川秀忠の禁止を許されていたことから絶対に、東軍に味方すべきだという中心義弘投稿の監視を退りけた。それは、大阪城下に即室と諸子の松野正輝が、 西軍によって軟禁されていたためだとされている。西軍の総大将、毛利輝元の支援を受けて西軍に味方をすることに、決め、広島城から西軍の将として出陣して、元の両国であった文豪国に侵攻した。戦勝の暁には文豪一国の恩賞が約束されていたという。田原氏、義弘氏、宗方氏などの将大名級の旧大友家臣が諸国より、 続々と合流し、大友軍は短期的に再興した。文後に上陸して、国崎半島の諸城を下す。9月の石垣元の戦いでも、初戦は優勢であったが、終盤では、無前の黒田助水と、細川忠興らの連合軍に敗れてしまい、停発した後妹婿であった黒田家の重臣、法利智信の陣に出頭して降伏。今度は、 徳川家から遊兵される身となった。関ヶ原の後、東軍敗下の細川家領の分を吉吉城を攻めたという戸賀で、吉宗は、出羽の秋田サネスへ預かりとなり、サネスへ天保に伴い日立国志志度に流罪に処された。流刑地では再び、キリシタンとなったという話も伝わるが、同時代資料がなく未称である。この流刑地で、 大友氏に伝わる文章を大友家文書録にまとめたが、このおかげで、大友氏は冷落した死後大名家としては珍しくその詳細を知ることができ、大変貴重な資料となっている。吉宗は、慶長15年に死去する。去年53、改名は、中安宗とし大友家は、議場が、旗本として、徳川家に召し抱えられ、鎌倉以来の名家として、 光景として続いた。ありがとうございます。